ピヨ先生、こんにちは。オンライン漢方相談について教えてください。ピヨの漢方では LINE、メール、ビデオ通話などを使ってオンラインで漢方相談を行っております。体質に合った漢方薬の組み合わせや生活習慣についてのアドバイスをさせていただき、漢方薬の購入を決意された方に初めの頃は10日分から販売しております。どうして初めは10日分なのですか？余分なものがたくさん存在しているために、体の中で騒ぎを起こしている方の場合、まずはその余分なものを取り除くことを優先する必要があります。それは体には自分自身で治る力があるため、余分なものを取り除けばあとは体自身が改善できるからです。しかし体の治る力が弱っている方の場合、余分なものを取り除くための手助けをした後で治る力をつけるためのお手伝いをする漢方薬が必要となる場合があります。漢方薬の組み合わせが変わることがあるのですね。そうなんです。人によっては体の治る力が不足しているために余分なものを取り除く漢方薬だけでは初めは良くても、いつまで経っても症状が改善しない場合や何度も繰り返してしまう場合があります。また季節の変化によっても、仕事を含めた生活環境の変化によっても人間の体は変わっていきますので、それに応じて漢方薬の組み合わせも変えていく必要が生じることもあります。ですのでピヨの漢方では漢方薬の効果を観察しながら、その方に合った理想的な組み合わせをできるだけ早く見つけるために、初めのうちの何回かは10日分ずつのご提供としています。なかなか改善しない症状にお悩みの場合、ご相談ください。では今日の動画は以上です。もし質問がありましたら気軽にコメントしてください。